今回はスウェットコインの9月12日 TGE までにやるべき重要なことを2つお話しします。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハッチンノです。今回はスウェットコインのお話ですね。9月12日に TGE トークンジェネレートイベントというものがありまして、この日からねスウェットコインが暗号通貨として配布されるという予定になっています。ということで今回は9月12日までにやっておいてほしい2つのことをね、大事なことをお話ししますので、しっかりね、確認して実行いただけたらと思います。はい。でまず1つ目がですね、クレームの登録ですね。ウォレットの登録といえばいいんでしょうかね。はい、これをやってください。でこちらがですね、7月にツイッターの方に載っていたものなんですけれども、カレンダーを準備してください。トーク生成イベントは2022年9月12日に開催されますと。でレースが始まりました。 TGE ではスウェットコインごとに1スウェットを獲得できます。この1対1レートは二度とありませんということで、ね、この9月12日に今皆さんがアプリの中に持っている 1SWC ですね、スウェットコインが暗号通貨の1スウェットですねに、まあ、1対1のレートで配布されるということです。でさらにですね、詳しい情報がミディアムの方に載ってますので、そちらをね確認していきたいと思います。こちらが8月3日に投稿されたミディアムの記事の内容なんですけれども、まあ、大きくですね6つの話題取り上げてます。でこの中でも特にですね重要なの、大やけどって書いてありますけど、バーンですね、バーンと、あとスウェットコインのこの配布についてのね詳しい説明が書いてありました。でもう一つはあとですね、このスウェットのミンティングの難易度上昇というところですね。この辺はしっかりとね、押さえておきたいところだと思いますので、この辺解説していきたいと思います。でまずですね、ね、7月のあの先ほどのツイッターの発表から、まあ、皆さんウォレットの作成、クレームの登録を始めていると思うんですけども、それがね、今、1150万ということで、まあ、大体スウェットコイン、もうすぐ1億、ね、会員いるというところなんですけれども、まあ、1割いかないくらいですかね、0.8 割くらいが、まあ、もうウォレットを作っていると。まあ、今後もですね、9月12日に向けて、ね、皆さんウォレットを作っていくと思いますので、まあ、最終的には2000万くらいいくんじゃないかなとか、ね、個人的には推測してますけれども、まあ、とにかくね今回9月12日までにまずウォレット、ね、クレーム登録をしておかなきゃいけないっていうのが一つ重要なことになります。はい。で内容についてはね、このミディアムの記事後でゆっくり見ていただければと思うんですけれども、まあ、一つ目はね、この4ビリオン40億スウェットコインが、まあ、バーンされたとね、いうことで、まあ、15% 燃やしましたよと。逆に言うとスウェットコインのその価値が 15% 上昇したよというふうにね理解していただければいいんじゃないかと思います。はい。で一つ目の最もね皆さんに影響のある重要なお話がこちらですね。9月12日のトークンジェネレーションイベント TGE ではコミュニティメンバーのスウェットにスウェットコインと同額をプレゼントしますとね。これね交換じゃなくて同額なんですよ。だから皆さんの今ねアプリの中に入っている SWC ですね、スウェットコインね、例えば1000今持ってるよっていう人は、そのスウェットコインは1000そのままで、暗号通貨のスウェットが1000もらえるということですね。交換ではなくてこれ同額をプレゼントになりますのでね、はい、ここがね結構大きなポイントかと思います。じゃあですね、これどうやってもらうのというところなんですけども、これをもらうために事前にねアプリの方登録しておく必要があります。そのね登録方法についてこれからねじっくりと解説していきたいと思います。はい。それではね、まずアプリを開いていただいて、で、一番上、もしくは真ん中辺に、こういうね、イラストと、こういうね、文字が書いてあると思いますので、これを見つけてください。で、こちらに、ね、サインアップトゥークレームというボタンがありますので、こちらをタップしてください。はい。そうしましたらですね、こんな感じで、The Countdown Has Began ということで書いてあります。で、ここからですね、どんどんこの下のね、Learn More というところをタップしていただいて、次はこの Next というところね、まあこの辺読んでいただいてもいいんですけど、読まなくてもね大丈夫です。とにかくもうどん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 ね Next、 Next、 はい押していっていただいて、はい、
で、ここですね、Your Wallet is Waiting というところに来ましたら、この下に Get Your Wallet って書いてありますので、これをタップしてください。はい。そうしましたら、今ね、登録してあるメールアドレスがここにね、表示されますので、こちらを確認していただいて、あとはね、この I accept the terms とか、I confirm I am not、この USA の人じゃないですよ、チャイナの人じゃないですよと、まあ日本人だったらこうね、問題ないと思いますので、両方にチェックついていることを確認していただいて、はい、この Send me the code というところを押してください。はい。そうしましたらね、こんなポップアップが出ますので、ね、I understand というところを押していただいて、はい、メールの方を確認してください。で、メールを開くとですね、こんな感じのメールになっていて、ここですね、ここに、アクティベーションコードという6桁の数字が出てると思いますので、こちらをね、控えて、この画面ですね、はい、こちらに、入力してください。で、ちなみにですね、このメールなんですけれども、はい、ここですね、注意していただきたいのが、Don't delete or share this email with anyone ということで、このメールね、絶対消さないでくださいと。しかも、他人に見せるなということを書いてありますので、このメール本当にね、消してしまわないようにしっかりとね、保存しておいてください。特にこのアクティベーションコードっていうのが、今後、スウェットコインですね、暗号通貨のスウェットコインをもらうときなのか、ウォレットを作るときなのか、ちょっとわからないですけれども、ね、とても重要な行動になると思いますので、このメールは絶対にねなくさないし、かつね人にも見せないということで、はいね、私もここの番号別の番号だったんですけども、見せるなって書いてあったので 1,2,3,4,5,6 に、はい、変えてますので、これはね本当に重要なメールなので、絶対ねなくさないようにしてください。はい。でこちらに数字を入れると、はい、こんな感じでね、コングラチュレンションズということで出ますので、この画面がね出てきたらクレイム登録完了したということで、はい、その次ですね、この Get More Sweat というところを押すと、こういう画面になって、まあ、今このね、ステータスなので、あとは9月12日になったら、このスウェットローンチということで、この日にスウェットコインが配布されるということになります。はい。これでスウェットコイン9月12日にね、もらえる準備ができたということになります。はい、そして9月12日トークン配布までにやることの2つ目なんですけれども、とにかくたくさん歩いてね、スウェットコインを稼いでおくということをやっておいてください。まあ皆さんね、たくさん歩いてると思うんですけれども、特にこの9月12日までというのが重要ですというところをね、お話ししていきたいと思います。はい、先ほどのね、またミディアムの記事に戻りますけれども、こちらですね、スウェットミンティングの難易度上昇というところをピックアップしたいと思います。スウェットは時間が経つにつれてミントするのが指数関数的に難しくなります。スウェットの供給には上限がないため、人々はスウェットを永遠に鋳造できます。鋳造の難易度が上がるとスウェットの希少性が高まります。効果は迅速かつリアルタイムになりますと、はい、いうことで、こちらにね絵が描いてあるんですけれどもね、 TGE までは 1K ステップ、まあ1000歩ですね、1000歩で1スウェットをもらえますよというのがね、この TGE 9月12日までの、はい、レートというかね、この難易度になります。その後ですね、1年2年5年10年とね経つにつれて、どんどんですね、こう見てください、ちょっとね字が小さいんですけれども、 0.33 とか 0.19 0.06 0.02 ということで、どんどんですね、1000歩歩いてもらえるスウェットの量が減っていきますとね、いうことで、もう10年経つと50分の1になってしまうということなの で、特にですね、この TGE のところがポイントで、多分TGE まではね、今と同じ1000歩で1スウェットなんですけれども、TGE を過ぎるとどんどん減っていくのかなと、はい、いうことがね、推測できるので、とにかくやっぱり9月12日までですね、たくさん歩いて、はい、稼いでおくっていうのが一番いいのかなと思っています。ちなみにですね、こちらの写真は7月にね、アップされていたツイッターの投稿なんですけれども、この時はですね、はい、ね、1年経つと 0.22 ということで、かなりね、一気に減っていたんですけれども、今回の8月3日のミディアムの記事だと、
まあ、0.33 ということで若干ねスピード遅くなったっていうかね、難易度がゆっくりになったのかなとね、10年後を見ると 0.01 だったのが、まあ、0.02 になった、100分の1だったのが50分の1になったということで、まあ、この辺もねちょっとね、まだわからないとね、変動要素があるということなので、どちらが正しいかっていうのはね現時点ではちょっとわからないですけれども、まあ、こちらが最新なので、こちらの最新の情報を信じるとするならば、まあ、10年後でも50分の1と、はい、いうことなんですけれども、まあそれにしてもね全然1000歩歩いてねたった 0.02 っていうことなので、いかにですねこの TGE までの間にね1000歩歩いて1スウェットっていうのをね稼いでいくかっていうのが結構大きなポイントになるんじゃないかと思いますので、ね、まだあと1ヶ月くらいありますので、頑張ってね、1日本当に1万歩目指して、上限目指してね、毎日頑張れば、かなり結果って変わってくるんじゃないのかなと、はい、思っています。はい、なので、このね、1000歩で1スウェットをもらえるというのは、TGE までだとね、想像できるので、まあ、TGE まで、あるいはね、あと今年いっぱいね、頑張ってたくさん歩いた方が、まあ、後々ですね、やっぱりスウェットの価値っていうのが、希少性が出てくるので、まあ、そうですね、今月9月が頑張りどころ、もしかしたら今年いっぱい頑張りどころなんじゃないかと思いますので、もうとにかくね、今のうちにたくさんね、歩いてスウェットを稼いでおきましょうということになります。はい、ということで9月12日の TGE までまだね1ヶ月ちょっとありますので、まだねスウェットコインやってないよという方はぜひですねこの機会にアプリダウンロードして登録してやっていただければと思います。でこちらのねサムネイルの動画で詳しく登録方法とかねやり方説明していますので、こちらの画面スクリーンショット撮っていただいてこの QR コードを読むとこちらの動画見れるようになってますので、ぜひね登録していただければと思います。はい、そしてね復習になりますけれども、9月12日の TGE トークン配布までにやることとしては、まずねこのクレイムというところ必ずやっておいてください。これやらないとねせっかくねたくさん歩いても暗号通貨スウェットもらえなくなるので、一番はね必ずやってください。でその上でね9月12日までとにかくたくさん歩いてスウェットコインを稼いでおくというと、9月12日になるとアプリの保有スウェットコインと同額のスウェットコインですね、こちら暗号通貨のスウェットコインが配布されるということなので、とにかくねあと1ヶ月ちょっとが、頑張りどころじゃないかと思いますのでね、夏休みもありますので皆さんたくさんね歩いてスウェットコイン貯めておきましょう。最後にねアプリのダウンロードのQR コードを表示しておきますので、こちらねぜひスクリーンショット撮っていただいてこの QR コードから、はい、アプリをダウンロードしていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので今からたくさん歩いて稼ぎましょう。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。
2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。スターネットワークです。1日1回、ロケットマークをタップするだけで、暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークやビーネットワークに比べて、たくさんマイニングできる初期段階です。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。SNS で投稿して運営して紹介して稼ぐアプリ NEXT SPACE です。暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作ってコインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。打倒イーサリアムを掲げ、中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリからBNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マイニングで稼ぐ、NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は、NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですのでたくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人。かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。独自のポイント、ダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。15分ごとにスロットを回して
最大30サトシがもらえるフォーセットサイト、ビットコインスピンです。こまめにルーレットをスピンしまくってサトシをじゃんじゃん貯めましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。1時間に1回スロットを回して無料でポリゴンマティックがもらえます。コインペイユーやパイプフレアと合わせてポリゴンマティックを貯めまくりましょう。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。日本語対応している本カジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi& NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨、ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。